皆さんこんにちは。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。いや今日寒くなかったっすか？ちょっとね、空いてる時間に外出てみたんですけど、もうね、痛いですよ。顔とか肌が出てる部分がもう痛いぐらいに寒くて、もうびっくりしちゃいましたね。あ、それで今日この動画なんですけど、まあ雪地ね、ちょっといつもより白いと思うんですけど、まあこれ多分ね、まあ、脱皮前なんだと思うんですよね。でいつも脱皮前は結構シェルターの中でこうずっと潜んでるというか隠れてるんですけど、今日はね、なんかね、このシェルターの上で、まあ、この諭吉が上見てるところに断突があるんですけど、まあ、その下にね、こうずっといるんですよ。何かの儀式のように。でまあ今日はね、ちょっとこのシェルターのね、この屋根を、まあ、ステージに見立てて、ちょっとね、こう見せびらかす感じでね、脱皮でもしてくれるのかなとか思ったりもしたんですけど、まあちょっとこういつもと違うね、行動をしてたので、なんかこう湿度とか温度とか何か問題があるのかなと思って、まあちょっと僕ね、よくわからないので、もし動画を見てる方でなんかこんなところがいけないからやってるんじゃないのとかあれば教えていただきたいなと思って動画を回してみました。これ何やってるんですかね。まあ気持ちよさそうって言っちゃ気持ちよさそうな気がしないでもないんですけど、まあいつもと違う行動をして、ちょっとね、僕もなんだなんだっていう感じなんですけど、まあね、なんかここが気持ちよくてね、ここにいるだけならいいんですけど、まあ、脱皮前でちょっと湿度とか温度とかにね、問題があってこういう行動をしているんだったらちょっと困るなと思って、もしこの動画を見てる方でなんかちょっとそんな原因がわかる方がいたら、ぜひコメントいただけると嬉しいです。まあ今日はただね、僕がそんな疑問に思ったことを皆さんにちょっと質問したくてこの動画を作ったんですけど、まあ、もしよかったら分かる方コメントいただけると嬉しいです。じゃあまたね、何かありましたら動画作りたいと思いますので、またぜひ次回の動画もご視聴いただけると嬉しいです。では今日も動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。どこ行くの、諭吉。降りたのか。体が温まって満足したのかな。そしてどこへ行く。降りてシェルターに戻るの、戻るね。そしてシェルターへ戻っていく。